はい、それでは今回もちょっとレッスンしていただきたいなと思って来ちゃいました。はい、今回こちらです。おお、はい、ドライバーはい、みんな大好きだけど一番悩まされてるドライバーですね、はい、僕ですね、まあ、球そこそこ飛ぶんですよ。はい、はい、でもなんかこうコースによってそんなにこう飛ばさなくていいなみたいな、うん、はい、まあ、スプーンよりかはちょっと飛ばしたいけど、はい、でもドライバーよりかはそんな飛ばさなくていいコースで、狭いというか、はいはい、ある程度こうコントロールしたショットを打ちたい。風もちょっとアゲンスト気味とか、うんうんうん、はい、上げちゃうともうやっぱ左右にこう球が触れちゃうみたいな、はい、そういう時にドライバーを正確にちょっと打つ打ち方、はい、知りたくて。なるほど、はい、そういうだとちょっと届かないし、はい、あの残っちゃうし、そう残っちゃうし、ね、そういう時にコントロールして打てるショットってあるもんなんですかね。はい、そういうショットなんですけど、はい、あるんですよ。あるんすね。あるんですよ。さすがもう何でも何でも引き出してます。あるんですよ。そうなんですよ。はい、そのショットちょっと教えていただきたいんで。もちろんいいですか。はい、はい、じゃあ早速ちょっとレッスンしていただきます。はい、お願いします。お願いします。はい。はい、じゃあ早速先に普通に打っちゃっていいですかね。はい、もちろん。はい、一応まあコントロールめのイメージでは、はい、打ちます。はい。はい。ちょっと。うんうん。うん、あるあるです。こうやっぱりこううまくやろうとすると、はい、こういうミスが。はい、めっちゃ先っぽ。もうこれはでもうまくいった。はい。やろうとするとよくこれ出ますね。そうですね。はい、低くうちに行ってスライスは結構ありますからね。はい、出ますね。出ちゃいますね。出ますね。ちょっと次からちょっと叩こうかなみたいなイメージなんですけど、やっぱ低く抑えようとすると今の球が出ちゃいますね。じゃあ、そうですね、チャンピー方法あるんで。あ、ですか。はい、はい、まあ、まず、グリップ。グリップなんですけど、はい、普段普通にこう、いけるじゃないですか。はい、これを指3本分に入れて。3本分、はい、3本分、じゃあ結構っすね。結構っすね。はい、指3本分に入れて。はい、で、はい、いいやつ。いい、はい、をいつもよりちょっと、はい、なので今このボールの35mm なんですけど、はいはい、30mm ちょっと、はい、低く以上です。以上ですか。それだけでいいんですか。それだけでいい。それでもう、まあ、シンプルにシンプルに普通に打っちゃっていいですか。はい、わかりました。じゃあちょっとやってみます。指3本分、はい、はい、で、まあ普通にもっと、はい、はい、で、T はいつもより少し、はい、はい、はい、おお、あとはそのまま、はい、ちょっと、そのまま、はい、あ、なんか、いいですね。飛んじゃいますね。はい、短いから、はい飛ばないかなと思ったら普通に飛びますね。はい、で打ち出したとも、はい、さっき低く打とう低く打とうって思ってたやつと、うん、同じぐらいの感じで出てるんで。そうですね、はい、こんなに球が上がらない。はい、上がらないですね。はい、ハンドすごい。でやっぱ短い分なんか振りやすい、ね、ずれちゃいます、ね、はい、はい、ヒール当たっちゃいましたね。そうですね、ちょっとヒールに、はい、でもなんかそんな曲がらないですね。普通に触れた時はそうですね。はい、はい、あ、惜しい、惜しい、惜しいな。もうあとヘッド1個分だけインから来てれば。そうですね、はい、さっき言ったわけです。
こうヒールっていうのはどうなんですか、いいんですか、あんまり良くないですか。外から来てる分ヒールに当たってます。なるほど、はい、普通にこう来てればヒールに当たらずに、はい、当たってるってことですか。そうです。そこもいいですね。指3本指3本当たって、まあまっすぐ、はい、ちょっとトップ広げてしまったので、でも意外と飛びますね、はい、短く持っても。そうなんですよ、ちょうどそんなに距離変わらないんで、はい、ちょうど思ったよりも飛んでくれるんで、なんかそんな心配せず行っちゃっていいですね。そうです、うん、あれぐらいでいいですね。250ぐらいトーンと、はい、はい、そうですね、ちょっと外から入るのが強い、強い日、はい、今良かった、今やっぱ良かったですね、めっちゃ良かった、はい、普通に触れてました、普通に距離も全然いい感じ、球まっすぐ、まっすぐ、サイドスピン 7.2、 素晴らしい私短く持つ、やば、そんな全然振らなくてもちゃんと飛んでくれるし、うん、あ、惜しいな、うん、結構ミスになると、はい、でもただ、あ、ミスったで、それぐらいで済む感じ、そうですよね、はい、よほどすごい動きをしなければ、はい、こういった感じ、あ、ちょっといつもだったら、あ、ギュイーンってこれいっちゃいますかもみたいな感じなんですけど、あそこで収まってますよね、はい、タモンがやっぱ引っくり出てますよね、そうですね、はい、僕もガーンって上がっちゃうんですよ、まあ、ミスヒットでもそこで、そうですね、はいあやでちょっと捕まらなかったみたいな感じでも、ドカーンっていうミスはないですかね。ですね。はい。これは低く打とうとか何も考えずに、そうですね。その通りのスイングで、はい、いいですね。短く持って、P 低くして、ポーンって打つだけ、惜しい右手はやっぱ僕の場合はちゃんとやらないとダメその意識だけは忘れちゃダメだ、ね、そこだけは、はい、そこだけはこういうことですね、うん、良かったです、今、いや、いい、ちょうどいい距離、これ安定して打てれば、ね、はい、いいのを教えていただきました、はい、ということで、はい、レッスンしていただきましたけど、はい、よかったっすね、そうですね、もうビシビシま、はい、っすぐ変にこう低く打とうとか必要はないないですね、はい、もう僕一生懸命なんかこう上からちょっと叩こうとか、はいはい、考えて打ってたんですけど、そうですよね、はいはい、そうしなくていいんですね、そうですそうです、はい、はい、ちょっとその上から叩こうが残ってるから何球か右には行っちゃいましたけど、そうですね、はい、それがない時はもうしっかり低い球パーンって普通に振るだけで球も低くなるし、はい、はい、めちゃめちゃいい球出ましたね、そうですね、はい、距離も出るし、はい、結論で言うと、結論で言うと、はい、スイングで変えずに、はい、グリップと、はい、Tの高さで変える、はい、変える、それだけでドライバーは、はい、ピンポイントで打てると、そういうことですね、はい、素晴らしい、はい、もう一生懸命何かもう悩んでああいう風に打とうとかしなくていいわけですよ、あらこうだしなくていい、しなくていい、短くもしくは短く切り出せばいいんです、立場もうそれで、はい、安定したショット打てるんですね、はい、ありがとうございます、はい、この動画が
はい、勉強になったと思う方は高評価とか、はい、チャンネル登録も、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします、はい。まあ、今回もこの千葉銀座カントリークラブ、はい、に撮影協力していただいて、はい、出演しております。ゆうすけプロも、千葉銀座カントリークラブにいらっしゃいますので、はいはい、ぜひ、レッスンの方もしていただける、はい、ということで、そうですね、はいはい、ご予約お待ちしてます。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい。